レキシントン、レキシントン、アセスレキシントン、CV-2 は、アメリカ海軍の航空母艦、レキシントン級航空母艦のネームシップ。アメリカ海軍において、レキシントンの名を受け継いだ艦としては4隻目にあたる。グレーレディ、グレーレディ、レックス、レディレックスの愛称で呼ばれた。当初は、レキシントン級巡洋船艦として建造が開始されたが、 ワシントン海軍軍縮条約に基づき、巡洋戦艦としての工事は中止され、航空母艦へと改造された。ワシントン海軍軍縮条約した、歴ントン及び、同系艦のサラトガの領艦は、基準排水量3万3千トンと公表されたが、満載排水量は4万トン以上あったという、完成時には、世界最大の空母であった。動力は、気タービンによって、 発電を行い、その電力によって電動機を駆動、それによってスクリューを駆動させて航行するターボエレクトリック方式、タービンエレクトリック方式で、この方式を備えた船舶としても、当時世界最大の艦船であった。全通式一段飛行艦板やアイランド式環境構造、またエンクローズドバウなど先見性のある設計で、この後大きな改造を行うこともなく、 対戦に参加できた。もともとが、巡洋戦艦として設計されたため空母としても、速力は十分であり、大きな飛行機搭載能力と合わせて、世界最優秀の空母であった。ただし、1936年に、艦首飛行艦板の拡張、煙突上部周囲のプラットフォーム新設などの改装が行われ、1940年には、対空用レーダーが装備された。 歴シントンは、巡洋戦艦 CC-1 として1921年1月8日に、マサチューセッツ州クインシーのフォアリバー造船株式会社によって寄港された。ワシントン海軍軍縮条約に基づき、巡洋戦艦としての工事は中止され、1922年7月1日に航空母艦 CV-2 に艦首変更され、 1925年10月3日に、海軍省次官セオドアダグラス・ロビンソンの夫人によって、浸水した。1927年12月14日に、初代艦長アルバート・ W ・マーシャル大佐の指揮下、収益した。歴新ン,ンは、太平洋艦隊に配属され、以後沈没まで所属し続けた。完熟訓練の後、 カリフォルニア州サンペドロで1928年4月7日、艦隊に合流する。サンペドロを母校とした歴ントンは、西海岸で航空団と共に発着訓練、戦術演習を行い、続いてハワイ、カリブ海、パナマ運河及び東、太平洋での演習に毎年参加した。1929年12月16日から翌30年1月16日までの間、 その発電能力を生かしてタコマに電力を供給している。昭雨により同志の主要電源だった水力発電所が稼働しなかった。1941年秋にハワイでの戦術演習に出航した。日本軍による真珠湾攻撃が行われた1941年12月7日、歴ントンは第12任務部隊に所属し海兵隊の航空機を 真珠湾からミッドウェーへ輸送中であった。歴史新ンがン直ちに日本艦隊捜索のため偵察機を発艦させた。午前半ばには、オアフ南西の探索を行う従順洋艦、インディアナポリス、アセスインディアナポリス、CA-35 と、空母エンタープライズ、アセスエンタープライズ、CV-6 の任務部隊と合流するため南へ向かったが、日本艦隊を発見できなかった。 12月13日に真珠湾に寄港した。1942年1月11日、歴トンはウィルソン・ブラウン中将が指揮する第11任務部隊の機関として真珠湾を出撃した。2月16日、第11任務部隊はニューブリテント・ラバウルの攻撃へ向かった。21日に攻撃予定であったが、その前日の20日に2波にわたる。 日本軍機の攻撃を受けたニューギニア沖海戦。この攻撃のため部隊はラバウル攻撃は断念した。3月6日に部隊は空母ヨークタウンを機関とする第17任務部隊と合流し、3月10日に両空母の攻撃隊はオーエンスタンレイ3役を超えてサラモアトライを攻撃したライサラモアへの空襲。3月26日に歴史ントーンは 真珠湾に帰投した。対空火器を強化するため8インチ砲を撤去して5インチ療養砲に乾燥する予定であったが、取り付けが間に合わず28ミリ対空機関砲を搭載した状態で35回海戦に参加した。35回海戦では5月7日に、両艦の空母ヨークタウン、アセスヨークタウン、CV-5 の艦載機と共同で、日本空母、小和りを撃沈し、 翌日には、同昇格に損害を与えたが、自らも日本軍艦載機の攻撃で、魚雷2本、爆弾2発を受けた。11時5分から、日本軍航空機の攻撃が始まった。最初の作業全部に命中した魚雷の衝撃で2機のエレベーターは、飛行甲板に上がった状態で故障し動作しなくなった。また、航空燃料タンクからガソリンの漏出が始まった。 二発目の魚雷は同じく左舷側船体中をやや、前側に命中した。二発目の魚雷によりボイラー室に損害が発生し、最大速力は24.5ノットに低下した。一発目の爆弾は、左舷飛行艦板脇の5インチ対空砲の付近に、命中し5インチ砲に配置されていた、兵員全員が死亡した。二発目の爆弾は煙突に命中し、 付近の対空兵器の兵員を殺傷した。他にも、船体周囲に落下した、資金弾により、二つの防水区画に浸水した。一本目の魚雷によって漏出が始まった、航空用ガソリンは、気化して艦内に充満し、引火する危険が高まった。12時47分に、最初の爆発が起きた。この爆発で25名の乗員が死亡した。飛行艦での離着艦は継続され、 日本艦隊への攻撃部隊の収容は13時22分に開始され14時14分に終了した。14時42分、格納庫で深刻な大爆発が起こった。全部エレベーターが30センチ吹き上がり、艦の前半部が停電した。フレッチャー少将は、歴新ン,ンを支援するために3隻の駆逐艦を派遣したが、15時25分、 再び格納庫で大爆発が起き水圧が失われた。火災によって全部機械室からの退避が必要となり、16時頃には喫水下の全区画からの避難が必要となった。このため歴ントーンは完全に航行不能となり、漂流を始めた。負傷者の避難が優先して行われその後総員退去した。17時7分に放棄した後に、 すぐ沈没しなかった場合に本海軍に打捕され、露獲されることや、打捕されることで艦内に残した軍事機密が漏れることを避けるために、レキシントンを自軍により撃沈する決定が下された。19時15分マイナス52分の間に、駆逐艦から5発の魚雷がレキシントンに向けて発射された。最後の魚雷が命中して間もなく、レキシントンは艦首を下にして転覆するような形で、 沈没した。レキシントンは第二次世界大戦中の戦考で2つの従軍聖賞を受賞した。2018年3月5日、マイクロソフトの共同創業者で探検家のポール・アレンによって、オーストラリア東岸から約8 0 0トル、深さ約3 2 0 0ルの海底でレキシントンの残骸が発見された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。